機関車トーマスの世界に、僕がこう声優として今回ライアンというキャラクターでこう入ることができたのは本当に嬉しいことですし、まあ、まるでもう本当 YUME ですね。ちなみにそれは何でしょうか。夢僕ライアンって言うんだ。今日は君たちを引いて走るね。どうしよう、トーマスいかがですか。2週間経って、いやもうすごく、うん、もうとにかくね、皆さんに本当にこう祝福していただいてすごくもうありがたいですし、うん、まああとは本当になんていうんですかね、まあ、僕自身もちろん今すごい幸せを感じて、うん、まあ毎分毎秒生きてますからちなみにお忙しいと思うんですけども、うん、あの SKRK っていつ頃行かれる予定ですか。SKRK 新婚旅行いやそこもね、まあ本当に行きたいって思いはあるんですけどね、やっぱお互い忙しいんで、まあ本当に時間を作ってどこかで行けたらなっていう感じなんですけど、今基本的にまあ全然まだ予定できてないというか、うん、っていうのは行ってみたい国とかありますか。ラスト1問でお願いいたします。行ってみたい国、そうだなあ、まあ行ってみたい国どこですかね、うん、まあ、海外がいいですか。いや海外でもいいし、うん、まあ最初は本当に、まあ、ATM あたりからでもいいのかなって気もするしね。 ATM 熱海ね、すいませんすいません、それはこれ俺の勝手な勝手なあの思いです、とかね、じゃあ お互いなんて呼び合ってるとかってまだ、あそこはね、ちょっとね、うん、言う場所をねお互い今ミーティングしてる、ありがとうございました、はい、まだ、ミーティングしてます。最後の2週間の幸せを台語で表すとどうなりますか、うん、そうっすね、いやもう本当にまあでも幸せとか楽しい時間って本当にあっという間なんで、もうこの2週間もね本当にこう機関車に乗ってるようなね、そんなもうあっという間の2週間だったんで、本当に1分1秒噛み締めて楽しんでいきたいなと本当に思います。